シスター・プリンセスは、メディアワークス館、電撃ジーズマガジンの読者参加企画に橋を発する一連のメディアミックス作品群の総称。通称、シスプリ。12人の妹たちが、遠く離れて暮らす兄を死亡する様子を描いたものである。キャラクター設定及び文は、荒野桜子が、差し絵は、天広直人が担当した。シスター・プリンセスの起源は、 電撃ジーズマガジン1999年3月号に初掲載された史上ゲームシスター・プリンセスお兄ちゃん大好きにまで遡る。この企画が同志の読者に人気を博したため、後に史上連載イラストストーリーも同時掲載されるようになった。また同作品を元にした恋愛アドベンチャーゲームやテレビアニメ、ラジオ番組なども次々と企画され、 一大メディアミックスへと発展していった。これらは電撃ジーズマガジン本誌掲載の市場ゲームや市場連載イラストストーリーの掲載時期に習い、時期ごとに第1期、第2期、第3期、第4期と対別される。例えば2001年4月からテレビ、東京系列局などで放送されたテレビアニメ第一作目のシスター・プリンセスは時期的には 第3期の作品である。シスター・プリンセスの基本設定は全メディア一律ではなくメディアごとに際が見られる。原作においては妹たちが兄と会うことを許されるのは基本的にお兄ちゃんの日だけであり、それ以外の日には兄に手紙、またはメールを出しながら直接会える日が来るのを心待ちにしている。しかしゲーム版やアニメ版においてはこのような制限は あまりなく、原作に比べれば、比較的自由に兄と会っている。特にアニメ第一作目においては、兄と12人の妹たちの共同生活がメインテーマになっており、お兄ちゃんの日という言葉は、最終回以外では全く出てこない。また、兄と妹の関係も、各メディアでかなり異なっている。原作においては二人兄弟で、兄と妹1対1の関係で描かれているが、 ゲーム版とアニメ版においては兄一人に対し妹が12人もいるという設定で妹たちは姉妹のような間柄で描かれている。このゲーム版とアニメ版のギャルゲー的設定がインターネットサイト各所や同人誌二次創作などでブレイクし、ここで生まれた12人の妹たちという言葉がこの作品自体を象徴するものとなった。なお、 原作もゲーム第一作目とアニメ第1作目のリリースに合わせて一時的に12人の妹たちが一堂に集う設定にシフトしていたことがある。電撃ジーズマガジンの表紙となったシスタープリンセス大別して第1期から第4期までに分けられる。途中、単行本として発売されたキャラクターコレクション全12巻は書き下ろし作であり厳密には本誌連載ではないが 本校では発売時期から第2期に含める、電撃ジーズマガジン1999年3月号で連載開始。前後の予告で明らかにされたのは、天広な音がキャラクターデザインというだけで内容については全く掲載されず、非常に突発的なスタートであった。この時点で登場したトは、カレン、カスイ、マムル、サクヤ、ヒナコ、マリエ、シラユキ、スズリン、 A の9人特に白雪は髪型が違っていたりに認証が兄2位であるなど設定がかなり異なるが4月号からは髪型とに認証が修正された当初は隔月連載の予定でスタートしたがあまりにも読者の反響が大きかったため急遽毎月連載に変更した上で市場ゲームを展開したその内容は相手となる妹を一人選んで メール交換やお泊り、料理、テニスなどをするというものであった。この時点では、妹にはそれぞれ兄がいる1対1の関係が前提とされており、妹同士の横のつながりは家族関係でなく交友関係と見られていた。妹たちの共通項は、どの妹も家庭の事情で兄とは離れて暮らしており、お兄ちゃんの日に限り兄と会えるという設定である。 電撃ジーズマガジン連載の読者参加企画としては過去最高の人気に支えられて2000年3月号より史上ゲームは第2期へ移行するとともにが天広直と文、光野、桜子のイラストストーリーの同時連載も開始したそれに伴い春夏、四葉、朝とあの3人が従来までの9人に追加される形で新登場したまた同時期に 同作品がゲーム化されることが決定したが、発表されたゲームの内容が、兄一人に対して、妹十二人というおおよそ常識とかけ離れた内容だった。この賞は、後に単行本、オリジナルストーリーズと題して刊行された。一方、本詞連載のイラストストーリーと並行して、全12巻の書き下ろし単行本、キャラクターコレクションと事実上の第1期総集編である。 オフィシャルキャラクターズブックがそれぞれ刊行された。特にキャラクターコレクションでは第一巻冒頭からカレンが同級生の綾野のこ君に兄とは結婚できないことを指摘され、半泣きで彼に平手打ちを食らわせるなどの展開が繰り広げられた。2000年3月後から連載終了までジーズ本詞の表紙は本作のイラストがメインとして起用されている。 2001年3月8日のゲーム第一作目の発売と4月4日のアニメ第一作目の放送開始に前後して同年5月号よりイラストストーリーの新章が開始された。ゲーム版のストーリーの延長線上で描かれたこの新章には原作では初となる兄一人に対して妹12人の設定が持ち込まれた。また妹同士が互いを呼び合うときはすべて タイちゃん付けであることが明らかになった。このショーは、後に単行本、ポケットストーリーズと題して、全4巻が刊行された。しかし、アニメの方は、制作段階から迷走。放送開始直前に、電撃アニメーションマガジンが休館に見舞われる、不吉なスタートを切った上、監督が途中で交代するなどドタバタぶりが目立ち、さらには、 第12話で甲がウニを踏んづけて溺れる場面から、ウニメなる別称を命名されるという始末であった。2002年4月号からのイラストストーリーの新章は、再び1対1の関係へ戻り、お兄ちゃんへの手紙をテーマに連載を開始。この章は、後に単行本、シンシアリー・ユアーズと題して刊行された。2002年夏に再度のアニメ化が決定。その一方で、 翌年春にゲーム第2作目が発売されるという事情も重なったため、折中案的に A パートにてゲーム版のテーマ、兄一人に対して妹12人を持ち込んだ作品を放送し、B パートにて原作書き下ろし単行本、キャラクターコレクション内のエピソードをアニメ化した作品を放送するという手法が取られた。こうして同年10月から始まったアニメ、 シスター・プリンセス・レプレは放送を終了。2003年3月にはゲーム第2作目シスター・プリンセス2が発売され、本誌の連載は2003年8月号をもって終了した。ジーズでの連載を終えた後も、本作はたびたびジーズ本誌内外で新規展開をしている。イベント、電撃15年祭では妹たちを演じた桑谷夏子、も月久きよ。 小林由美子、堀江由衣、神崎千路、かかず由美、テレビアニメ第2期主題歌を担当した、キャン、グーが登壇するステージイベントが行われ、その数ヶ月後にテレビアニメ版の DVD ボックスが発売した。イベント、電撃20年祭では、完全新作の単行本、ブラザーズデイを刊行したほか、同日開催の電撃ミュージックライブで堀江が、 テレビアニメ第一期の主題歌を歌唱、また連動イベント、電撃20年祭銀幕編では、テレビアニメ版が上映され、桑田に、小林、プロデューサーの高野清が登壇した。ジーズ2013年2月号では、天広直と絵描き下ろしイラストを使用したポスターが、黒くとなった。2017年3月には、テレビアニメ版 BD ボックスが発売され、桑田に、 もちによる、ラジオ特番や秋葉原での街頭広告、パネル展が行われるなどした。イベント、キングスーパーライブ2018では、ホリエが、ラブデスティニー、キャン、グーが、幻、そして総国、もち小林、水木七がプリッツとして、桜レボリューション、プライベートエモーションを披露した。この4曲は、連続して披露されたため、 シスタープリンセスゾーンと称したメディアもあった。2018年10月から放送開始したテレビアニメ、俺が好きなのは妹だけど妹じゃない。第1話では12人の妹たちに加え、テレビアニメ第1期に登場したマシンを含めた13人のキャラクターがゲスト出演した。イモイモの監督、キャラクターデザインを手掛けた古川博之は、 本作のテレビアニメ第一期にて初めて原画をした縁もあり、このコラボレーションを提案したという。2019年1月30日をもって連載開始から20周年を迎えた記念に以下の企画が行われた。ここでは、いわゆる原作と呼ばれるタイトルを挙げる。すべてメディアワークス、またはアスキーメディアワークスから発売。ここに挙げた以外の関連書籍については、 ゲーム、テレビアニメ、シスター・プリンセス・レプレ関連商品を参照。メディアワークスより5タイトル、マーベラス・エンターテイメントより1タイトルが発売されている。なお、これ以外にも、Windows95 から Windows XP までの OS に、対応のタイピング・シスター・プリンセスという製品が制作されていたが、こちらは発売中止になっている。理由については、 世界観のフィッチであるという。2001年3月8日にメディアワークスより発売。開発はスタックが担当。対応機種はプレイステーションで、ジャンルは恋愛アドベンチャーゲーム。2002年3月28日には、シスタープリンセスプレミアムエディションのタイトルでドリームキャスト版が発売されている。シリーズで初めて、 1> 兄一人に対して妹12人という設定が持ち込まれ、プレイヤーはバレンタインデー直前の2月11日から1ヶ月の間に12人の妹たちとメール交換をしながら、街中であったり、お兄ちゃんの日に自宅へ妹を呼んだりしながら、ストーリーを進めていく。ストーリーは9人の妹たちが帰国子女である瞬間、4つは朝とあの3人の歓迎会を開く場面から始まる。 それぞれの妹が実枚かマイカは、プレイヤーの選択肢によって変化するという、思い切ったシステムが採用されており、12人それぞれに、血縁、非血縁、ベストグッドの4種エンディングが用意されているため、総エンディング数は48と非常に多い。また、ポーコトション対応で、ミニゲームが、プレイ可能。2001年12月13日にメディアワークスより、発売。 対応機種はプレイステーションでドリームキャスト版は前作のプレミアムエディションに合本として収録されている。前作を保管するファンディスク的な要素が強いために正規の続編ではなく番外編的な扱いになっている。2003年3月20日にメディアワークスより発売。前作と同様に開発はスタックが担当。対応機種はプレイステーション。ゲームシステムは 基本的に前作と同じだが、バックログ機能の追加など、多少の改善がなされている。ストーリーは、前作から1年半弱が経過した7月25日からの夏休みの1ヶ月間を描く。前作では描かれなかった妹の誕生日のイベントが存在する。また、前作と比較し、複数人の妹が同一イベント上で登場するシチュエーションが少なくなっている。 本誌連載終了後の2003年11月13日にメディアワークスより発売。対応機種はプレイステーション、ピュアストーリーズと同じくゲーム本編を保管する番外編的な意味合いが強い作品である。初回限定特典はプレミアムムービー DVD で前作シスタープリンセス2のオープニングムービーアニメレプレ内で放送された同作品の CM。 電撃ジーズマガジン本誌での広告、その他の各種プロモーション映像などが収録されている。すべてメディアワークスから発売。なお、ゲーム内に登場するエピソードの一部は、荒野桜子がゲームのシナリオ用に書き下ろしたプロットを用いて、ゲームストーリーズのタイトルで書籍化されている。PS1 ブックス版、シスター・プリンセスの説明書に、第3巻。 第4巻が2003年春発売予定との記述があったが発売されることはなかった。テレビ、東京系列を中心にシスター・プリンセスとシスター・プリンセス・レプレの2作品が放送された。一部テレビ、東京系列局と一部系列外局にて放送された作品で、キー局のテレビ東京では2001年4月4日から同年9月26日まで放送。 全26話。初回放送1週間前の2001年3月28日には、テレビ東京で、シスター・プリンセス・前夜祭りが放送されている。この特番では、制作発表記者会見の様子や、担当声優へのインタビューなどが放送された。2017年3月の BD ボックス発売に、先駆け、2016年12月20日より、キッズステーションにて、 HD リマスター版が放送されることが同年10月18日に発表された。このアニメは兄一人に対し妹が12人という点はゲーム版と同様だがそれ以外は原作ともゲーム版ともほとんど共通点が見られなく独自のキャラクターも多数登場している。作画についてはテレビ放送後に順次発売された DVD 版で修正された箇所が多数ある。 アラスじ進学塾のナンバー1でありながら、高校受験に失敗した渡積校は父親に代わって、自分の世話をしてくれたジーとも別れ、途方に暮れていた。ところが、突然現れた黒服の男たちに、星見が、岡西学園への推薦入学が決まったと告げられ、学園のある、プロミストアイランドと呼ばれる島へ引っ越すことに。戦場でやはり新学期から、 同じ学園に入学するという山田太郎と、マシンの二人と知り合った子は、島の船着き場で三橋へ飛び移り損ねて溺れて、しまうが、見知らぬ少女のおかげで命拾いする。その後、町で三人の少女たちと出会い、さらに助けてくれた少女とも再会し、彼女たちがいるなら島の生活も楽しみだと思うようになる。だが、新居で子を待ち受けていたのは、町で出会った少女たち、カレン。 昨夜、加水、ひな子の4人だった。しかも、この4人全員が、甲の妹であるという事実を告げられ、甲は困惑する。さらに翌日、守る、マリエ、白雪、鈴林、千栄、春夏、四葉、朝とあと名乗る妹が続々と登場した上、船に同乗していたママ、マ美まで甲の妹であると名乗り、数奇な運命のもとに集った14人の、 共同生活が始まる。慣れない共同生活に戸惑っていた孔だが、妹たちの純真な思いや数々の出来事により、次第に兄として成長していく。やがて、妹たちとの生活が丸1年を迎えようとした頃、東京時代の親友、三井戸口が来島し、孔の志望校不合格は、書類ミスによるものであり、希望すれば4月から2年生として編入できることが告げられる。 東京と島の間で揺れる甲を、三井糸口は、半ば強引に東京へ連れ戻す。そこで、甲は、プロミストアイランドでの妹たちとの生活も、父親の考えによるものであることを知る。周囲に振り回されていることを知った甲は、三井糸口に連れられて死亡校へ行こうとするが、追いかけてきた、マシンの説得によって、勉強やエリートとしての人生よりも大切なものが、 島での生活にあると思い直し、編入しないことを決めた。島に戻った子を妹たちが出迎える。本当は、子の妹ではなく三井戸口の妹であり、子を連れ戻す役割を追っていたことが知られた。マシンは戻ってこなかったが、新学期を迎えた、星見が、岡星学園に、マシンと三井戸口が、編入生としてやってくる。新たな仲間を迎えた、プロミストアイランドで、 こうたちの新たな生活が始まるのだった。スタッフ主題歌タイトルリスト放送局、作品収録メディア日本国内では、キングレコードから以下の収録メディアが発売されている。また、日本国外では、ADV フィルムから同作品の北米版、シスター・プリンセス収録メディアが発売されている。シスター・プリンセス、おブラザー、シスター・プリンセス。 シブリンクレバルリ,リー、シスター・プリンセス、シスターズ・サンシャインシスター・プリンセス、ブラザーリー・ラブ、シスター・プリンセス、ギフツ・フロム・ザ・ハート、シスター・プリンセス・ワン・ビッグ・ハッピー・ファミリー、シスター・プリンセス・ブラザー、ウェア・アート・ザ・ウ、そして、イーキッズ社からは、同作品の香港、台湾版、妹・妹講習収録メディアが発売されている。なお、北米版び、香港、 台湾版収録メディアにおける12人の妹たちの兄に対しての呼び方は以下のようになっている。メディアワークスから発売。ポスター、トレーディングカード、ぬいぐるみ、ガレージキットなど、メディアワークス公認、非公認のものを含めた数のグッズが発売内視は反布されている。正式なプロジェクト名は、シスタープリンセス20周年ベトゥーバープロジェクト。2019年。 1999年の企画開始から20周年を迎えたことを記念して始まった妹たちをバーチャルユーチューバーとして活動させるプロジェクト。単独での生配信のほか、ファンクラブでの静止画、音声、動画コンテンツの配信、グッズ販売、ライブを含めたアーティスト活動、田のベトゥーバーや企業とのコラボレーションが行われている。 遠隔2020年9月23日から毎週月曜バーチャルユーチューバーとなったカレンがベトゥーバーカレンのシスタープリンセスお兄ちゃん大好きという番組を生配信している。2019年12月にベトゥーバー昨夜デビューが発表され2020年1月より活動開始している。 2020年4月には、加水が3人目のベトゥーバーとしてデビューすることが発表され、同年5月より活動開始している。2020年9月に、ベトゥーバー8ベトゥーバーサトアのデビューと、5人でのバーチャルライブを目標にクラウドファンディングが開始され、プロジェクト目標を大きく超え達成された。翌2021年2月14日に、ライブが開催され、同日に、 ベトゥーバー8、ベトゥーバーアーサートアがデビューとなった。ベトゥーバー妹一覧丸括ッ内の日付は、デビュー日。企業案件。ありがとうございます。